F1 のレッドブルは2026年からのポルシェとのタッグに向け、現在は様々な交渉をしており、正式発表が先延ばしになっているものの、それも時間の問題と思われています。2026年から F1 参戦を開始するポルシェとアウディはドイツのフォルクスワーゲングループになりますが、参戦するようになると母国のドイツ人ドライバーの起用を明言していることから、日本のホンダ系のドライバーはそれまでにレッドブルで自分の地位を確立させておく必要があります。つまり今シーズンはもちろんですが、特に来年から2025年までの3年間の F1 は日本のファン、そして日本のモータースポーツにとっても非常に重要なシーズンと言えるでしょう。その中心人物は現在唯一の日本人 F1 ドライバーの角田裕毅ですが、もう一人 F2 で戦う岩佐歩夢を含めた2人と言えるでしょう。今回は岩佐歩夢の今後の可能性について考えてみたいと思います。ここ数戦、あれだけ絶賛されてきたレッドブルのペレスの低迷ぶりにヘルムート・マルコが批判するようになってきました。直近の4レースを見てみると、ペレスは決勝で2位リタイア、4位5位と決して悪くはないとも思われますが、予選ではフランスグランプリこそマックスのすぐ後ろの3番グリッドを獲得していましたが、それ以外は2度の Q2 落ち、マックスからコンマ6秒遅れという結果に終わっています。決勝でのペレスは可能な限り結果を残していると思いますが、特にこの予選でのタイム差を問題視していると思います。しかしそんな状況でも、次戦でもしペレスが大活躍すれば一転し絶賛するのが F1 の世界、そしてヘルムート・マルコと言えます。つまりドライバーの昇格、契約更新などはその直前の成績、タイミングが重要と言えるかもしれません。しかしそんなヘルムート・マルコも最近では若手ドライバーに対し、かつてのような冷酷な判断を下すことが少なくなってきたように感じます。やはりルーキーには多くの時間と経験が必要だというのを年々感じるようになったかもしれませんね。そのヘルムート・マルコは今シーズン激戦の F2 に5人のドライバーを送り込んでいます。 F2 で3年目を迎えたユアン・ダルバラ、2年目のリアム・ローソン、ユーリ・ビップス、そしてルーキーの岩佐歩夢と昨年の FIAF3 の王者デニス・ハウガーとなっています。ユーリ・ビップスに関しては先日のゲーム実況の配信中の N ワード発言により、レッドブルジュニアとしての活動が停止されているので、今後劇的な成績を残せなければこのままフェードアウトするかもしれないという非常に厳しい立場になっています。では全14戦で行われる2022年の F2 の第10戦を終えた時点での彼らのランキングを見てみましょう。5人の中で最上位なのは現在94ポイントのユアン・ダルバラですが、すでにトップのドルゴビッチとは86ポイント差という大差をつけられているので、 F2 で3年目を迎えた今年も彼のタイトル獲得は非常に難しい状況になっています。そして2番手がなんと現在90ポイントの日本の岩佐歩夢なのです。3番手が岩佐歩夢と2ポイント差のリアム・ローソン、4番手がローソンから3ポイント差のユーリ・ビップス、そしてレッドブルジュニアの最下位が現在67ポイントのデニス・ハウガーとなっています。そのハウガーは第5戦のモナコのレース1で早くも F2 での初優勝を成し遂げており、続く第6戦アゼルバイジャングランプリのレース2でも勝っていますが、岩佐歩夢は未だに1勝ながらそのハウガーに対し23ポイントの差をつけているのです。つまり不運にも見舞われ、大量ポイントこそ少ない岩佐歩夢ですが、そんな中でも抜群の安定感を披露しているのです。しかしヘルムート・マルコはモナコとアゼルバイジャンの市街地レース2連戦での
岩佐歩の接触劇にダメ出しをしているので、彼らに対して求めるものが相当高いことがわかります。それは、2020年に F2 参戦初年度でランキング3位を獲得した角田裕毅、さらには昨年ルーキーながら F2 を完全に制圧したオスカー・ピアストリ、同様に参戦初年度でタイトルを獲得したジョージ・ラッセル、ルクレール級のドライバーを探し求めているのです。しかし現状ではレッドブルグループの F1 には空きシートがなく、他チームへのレンタルもアルボン以外では現実的ではないため、彼らの来年の F1 昇格の可能性は極めて低いと思われます。今後の全てのレースでポール・トゥー・ウィンを成し遂げるくらいの成績を残せば可能性はあるかもしれませんね。ヘルムート・マルコは今シーズンはリアム・ローソンをメインに考えており、彼にタイトルを獲得させるためにカーリンのシートを与えましたが、今現在彼はその期待に応えられていないというのが結果からわかるので、今シーズンタイトルを獲得できなければレッドブルジュニアから外される可能性も出てくると思います。そして昨年のチャンピオンチームのプレマのシートを得たダルバラも今シーズンが最後のチャンスと言えるかもしれません。つまり現状の F1 でのシート問題を考えると、現実的に岩佐歩とデニス・ハウガーに期待しているような気がします。そんな中、第9戦フランスグランプリのレース2で F2 初優勝を決め、続くハンガリーでも圧巻のポールポジションを獲得した岩佐歩にヘルムート・マルコが注目しているのです。噂ではヘルムート・マルコは来シーズンは岩佐歩に F2 でのタイトルを獲得させようと考えているみたいで、現在のダムスよりもさらに強いチームへの移籍が予想されています。明らかに F2 のマシンを自分のものにしてきた岩佐歩には今後もさらなる活躍が期待されますが、できることならウィリアムズの育成ドライバーで同じくルーキーで現在ランキング3位のローガン・サージェントに勝ってほしいと思っています。現在岩佐歩とサージェントのポイント差は29ありますが、十分逆転の可能性はあると思うので頑張ってほしいです。ちなみに昨年の F2 を見ると、ルーキーだったプルシェールは140ポイントでランキング5位、ユーリ・ビップスは120ポイントで6位、リアム・ローソンは103ポイントの9位となっています。今シーズンの岩佐歩がサージェントに勝ち、さらに140ポイント以上を獲得すれば、数字的に昨年のプルシェールも上回ると言えるので期待したいと思います。2年目のプルシェールを見ていると、明らかにレース中のタイヤマネージメント、オーバーテイクにも安定感が増していると思うので、今後のシーズン後半、さらに来シーズンの岩佐歩には大注目ですね。今年岩佐歩がランキング4位以上になれば、スーパーライセンスの発給条件をクリアすることになりますが、個人的にはあと1年 F2 で経験を積み、来シーズンの F2 を完全に制圧してほしいと思っています。角田裕毅と岩佐歩は2人とも非常に速く、多くの可能性を秘めた魅力的なドライバーです。レッドブルとホンダの関係は2025年までなので、現実的にこの2人にしかチャンスはないと言っても過言ではないでしょう。できることならフェラーリ、メルセデス、マクラーレンなどの育成ドライバーに抜擢される日本人ドライバーが現れてほしいですね。日本人ドライバーにとっては F1 で2位以上になることがまずは大きな壁と言えますが、ホンダ以外のこういうチームから声がかかるようになるというのも非常に高い壁と言えるのではないでしょうか。角田裕毅はもちろん、今後は岩佐歩にも早く F1 に昇格し、他チームから声がかかるような素晴らしい成績を残してほしいですね。皆さんは岩佐歩の今後はどうなると思いますか？それでは次回のクレアの衝撃をお楽しみに。